はい、皆さんこんにちは。コミッティビヤギです。伊藤です。今年の新作モデルが、はい、新作入荷しましたね。入荷しましたのでね、はい、皆様にご紹介したいと思います。ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。よろしくお願いします。意外と今年の新作ね、はい、まだ入ってなかったりするのが多くて、そうですよね、コミットだと GMT マスターの、ねはい、コンビモデルは、ね、お取り扱いさせていただきました、はい、でもそれぐらいですもんね。そうですね、それ以外のモデルはまだですか ね。じゃあ早速ね、新作のモデル開けていきましょうかね。やっぱり開けるときはね、いつも楽しいですよね。胸がワクワクするやつありますよね。さあ、ということで、はい、それではオープン。じゃーん、じゃーん、エクスプローラー1ですね。リファレンス224270になります。来ましたね、エクスプローラー1。はい、ようやくですね。ようやくですね、はい、うん、結構出回りは少しずつ他のお店さんの方で確認はできてたんですけど、うんはい、コミットは初入荷になりますね。はい、224270についてね、はい、ちょっとお話ししていきたいと思います。この新しいモデルですけど、はい、まあ、36mm と比べるとね、だいぶサイズ感が大きくなった印象は、ね、4mm の差は結構大きいですね。大きいですよね、はい、ただその1個前のね214270、うん、これ39mm だったと思うんですけど、はい、まあ、そこから比べるとサイズ感ではちょっと判断がつかないぐらいの違いしかないですね、はい、ですよね。細かくね、そうですね、見ていくと、見ていくとやっぱり違うところはあります、ね、うん、より洗練されたねイメージがあるのでね、はい、そのあたりちょっとねご紹介していきたいかなと思います、はいはい、じゃあまずね簡単な基本スペック、これをねちょっと聞いていきたいんですけれども、はい、掲載が40mm ですね、はい、搭載されているキャリバーは3230、うん、3230ですね。これは124270と一緒です、ね、そうですね、同じになります ね。ケースは大きくなってるけど、ームーブメントの K は同じだと思いますので、裏蓋を開けた時どういった形になってるかっていうのも早く見てみたい気がしますね。ゆとりがあるのかもしれないですね。そうですね、うん、外側にこう別にスペーサーのようなものが入ってるのか、もしくはもうケース自体がそのキャリバー3230に合うような作りになってるのか。なるほど、そうですね、どちらかだと思いますね、まあ、そこ気になるのに伊藤さんくらいだと思うそうですね、そこはね、これね、はい、大して重要なものではございません。さすがムーブメントオタクですね、はい、いいですね、ありがとうございます。他にはブレスレットの取り付け位置ですね、ラグ感の幅ですね、これが変わってますね、うん、はい、前々作の214270は 20mm、うん、124270は 19mm、うん、1mm 幅が狭まったんですけども、はいはい、今回224270では21mm ですね、うん、今回サイズがアップしてますね。なるほど、ブレスレットの幅が広がってバランス的には、うん、ラグの幅が少し細くなった印象ですね、はい、サブマリーヌの時もねケースちょっと 1mm 大きくなったけどラグ幅細くなったっていう。そうですね、116610から126610にモデルチェンジされた時の感じと似てますね、うん、似てますよね、くびれを意識した感じですかね。そうですねケース系がちょっと大きくされた代わりに、そうですね、絞りが、ね、強くなったような、はい、もう一つの変更点はリューズのサイズですね、うん、リューズの径が大きくなってます。前作までは 6mm のサイズのリューズが使われていたんですけども、はい、こちらの224270は 7mm サイズのリューズに変わってますね、うん、操作性は良くなってると思いますね、うん、あと変更点としては214270から変わったところとしてはエクスプローラーの文字盤上の表記ですね、うん、214270は6字寄りのところにエクスプローラーの表記があったんですけども、はい、224270では12字寄りの、うん、はい、文字盤の上の方にエクスプローラー表記が、戻ってますね。なるほど、はい、まあ、こうやって細かく見るとね違いがね見えてくるかと思います。そうですね、はいはい、やっぱいろいろ考えられてね作られてるんじゃないかなとは思います ね。そうですね、全体のバランスを見て、うん、やっぱりいろいろな調整が入って、はいはい、まあ、基本スペックはねこのぐらいなところで、はい、じゃあ実際にちょっとそのサイズ感、まあ、腕につけてねどのぐらいなのかっていうのを見ていきたいかと思うの で、コミットに今あるのが124273になりますので、はい、この2つちょっとつけてね、見ていきたいと思います、はいはい、うん、いいサイズ感ですね。 40mm サイズっていうのはやっぱり、うん、つきやすいですね、うん、そう思います。そして 36mm、はい、これ右手にちょっとつけていきましょうか。うん、こういう感じですね、うん、あ、やっぱりサイズ感かなり違いますね。違いますね、うんうん、選べる幅が広がったっていうのはすごくいいですよね。確かに、うん、ま
廃盤にならずに 36mm も継続で 40mm のサイズが追加されたっていうのはすごく、うんうん、はい、いいことだと思います。はい、じゃあ気になるね価格ですけれども、はい、こちら定価が税込み90万9700円ですね。90万9700円、はいはい、でコミットで今回販売する金額は、税込みで143万円になります。143万円、はい、おいいプライスですね。そうですね、うん、で出たてはもっと高い時もありましたけど、そうですね、プレミア価格もっとついてました ね、まあ、今はちょっと出てきて落ち着いてきてるかなっていう感じですかね、はい、ただまあ状態としてもね未使用に近い、そうですね、まあ、極秘品ということ で、はい、この価格っていうのは魅力的だと思います、うん、そうですね、まあ、40mm のエクスプローラーつけてみたいよという方がいらっしゃいましたらね、はい、コミットに来ていただければと思いますので、そうですね、お待ちしております。お待ちしておりますということで、まあ、今回はコミットに入荷した今年の新作のね、はい、エクスプローラー、こちらをご紹介させていただきました、はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また皆様とお会いできることを楽しみにしております。ではまた。